どうも、よしおです。では、EDF いっていきましょう。え、なんか多くない？なんか多くないか。クローザーへ行きましょう。多くないか。あなたが眠っていた7年間のこと、いろいろ教えなきゃならないわね。7年前、ハイブクラフトとの戦いで、うん、EDF は戦力の大半を失ってしまったが、その上、これ、エイム中の感度上げたいな。彼らは、カインドルフェルドレイジー略奪行為を始めたわ。何がカインドルフレベリオンだ。大層な名前つけやがってよ。おいおいおい、路面電車走ってんで、行け。奴らもアグレッサーと戦ってはいる。お前もレベリオンと、はいはい、同じ人間と戦わなきゃならない時が来るだろう。覚悟しておけよ。よし、一体乾杯。あ、下手くそ。何あれ、あーたらーん。動きを予測せなあかんのか。よし、よしよしよし、回復を取りながら、あれどこや、あったあった、お金お金お金はいるよ。このゲームお金で武器を買うからね。お、来た来た、回復あるね。もらっておきましょう。うそー、壊してくんなー。こっちから撃っていくな。痛い、かわされたと思ったら回り込んだ。うちに当たった。巨大生物が出現しました。なにこれ、オムビートル、ガスに注意して。待って、一体倒そう。ほら、あれ終わりやろ。まだ、よし、終わった。でかいのをまずやらんと死ぬんだいな。100度以上のガスを噴射する虫だが、それがこのでかさ、熱もすごいが匂いも凶悪、しばらく悪臭が取れないかもね。匂い、よしよしよし、あいだいだ、絶対お前邪魔やな。待って、強い、あたたたたた、この周りのなんか虫で。フレイムを出すな。来た。あとはお前らだけか。このヘコキムシみたいなやつ。ん？あとはいつだけか。あれ？なんとでもなれい。終わったか？終わったね。終わった。巨大生物の殲滅を確認。アグレッサーが排出したエナジージェムの回収を忘れずに。急げ急げ、回収戦闘。今の私たちにとってエナジージェムは重要な資源です。
そうそう、これがないと。さまざまな物資に電力を供給するエナジーコアの原料なんです。つまり飯を食っていくのに必要不可欠ってわけさ。そういうことだ。オッケー、じゃあオーバードライブ。オーバードライブすると足も速くなるのか。オッケー、まあいいでしょう。ジェムを回収して稼がないと、今月の返済がきついんだ。先日大負けしちまってな。またアリですか。たく、よくやるぜ。次こそ給料を倍にしてやる。では次の任務で。バイバイ。